何の動物か一緒に考えよう。みんなの好きな動物はあるかな。じゃあまずはめぐみお姉さんからクイズを出していくね。この動物みんなは何かわかるかな。なんだか大きなお耳がついているように見えるね。大きなお耳がついている動物、みんなは何かわかるかな。なんだろう。正解はゾウさんでした。ゾウさんは大きな大きな体に大きなお耳、そして長いお鼻がついているんだよ。あおー。じゃあ次はこれ。この動物なんだ。丸くて雲みたいにもこもこしているね。わかるかな。正解は羊でした。羊の鳴き声がめーだね。じゃあ次はこの動物、みんなは何かわかるかな。なんだか座っているようにも見えるね。何の動物かわかったかな。正解はゴリラでした。ゴリラは太い手首に大きなお胸を持っていて、ポコポコポコって手でお胸を叩くんだよ。へー。じゃあ最後はこれ。この動物なんだ。首が長い動物だね。正解はキリンでした。首も長いけど足も細長いんだよ。それに世界で一番背の高い動物なんだって。へー、すごいね。うん。今日はいろいろな動物の影を見たね。みんなはどれぐらいわかったかな。動画を見てくれてありがとう。体験レッスン受付中。